皆さんこんにちは。国家資格キャリアコンサルタントの小松ひだるです。はい、ここでは国家資格キャリアコンサルタントの学科試験対策ポイントマスター統計資料道場の説明をさせていただきたいと思ってます。この講座ご検討いただこうね、これから取ってみようかなと思われる方に関して有益な情報をお伝えしたいというふうに思っています。で、特にこの講座を私取っていただきたいのは、養成講座で今まで勉強してきたんだけれども、ちょっと最新の情報というと厳しいなとか、第23回の試験ちょっと受けたんだけど、ちょっとあと例えば 2,3 問とか1問とかで失敗しちゃった方、残念ながら頑張ったんだけど届かなかった方、これからどうしたら、どういうところを勉強したらいいんだろう、特に統計関係で攻め方がわからないと、情報集はあるんだけど情報集見ても結局どこ見てはいいかわからないし、情報集に出てるその画面が出てるわけじゃないですよね、いうところなんで、そういう部分で実際どこが出たのか、どこが重要なのかっていうところを説明する道場なんですね。ですのでこの講座ってこんな狙いでやってます。試験に出そうな、最新までいかないです、要するに試験に対応した新しさの統計の内容をざっと押さえていきましょうってことになります。で、この後説明するんですけど、第一章以降、要するに今まで出題実績がある、説明しがいがあるものに関して言うと、しっかり底根分野についてどういう統計が出てるのかってことをご紹介するだけじゃなくて、これがポイント、実は問題が入ってます。だから一回一回ちょっと止めていただかなきゃいけないんですけど、私こういうね、皆さんにテキスト行くと思います、こういうテキストが行くと思います。でテキスト行ったらその中身を私の授業を聞いていただいて、で理解したなと思ったら、実はそこにこうやって問題演習がついてるんですね。で問題演習は絶対に同じページにしないようにしてます。ですからこうやって折っていただいて、ここだけ見てやっていただいて解いてみて、で私がすぐにどうぞって言ったら、はい解説ですって間にポーズボタンを押していただいて解いていただいて、で解けたなと思ったらそれ本当にいいかどうかっていうのはこのね解説聞いていただいて、で場合によってはちょっと戻ってもう一回この実はね問題解いてみたら解けなかったってことは聞き逃しちゃったってことじゃないですか。でそういうことがその場でできる問題集になってます。よろしいでしょうか、ということなんで、こうやって問題演習があって、この裏にね答えが書いてあるみたいなページもあるんですけどね、同じくページに必ずしないように編集してありますので、そういうのはその場でできるっていう、これがいわゆるなんていうかな、ただ統計を紹介してるだけじゃなくて、皆さんに要するに試験に受かるための、要するになんていうかな、意識づけをしてもらうっていうことになってます。でそれ以外の第C 章、第 B 章、B 章、C 章ってあるんですけど、これは第1章で以降で取り上げてないちょっと統計についてこういうのも出てますよってご紹介してますので、そこについては過去問をちょっと解いていただいて、そのビデオを見て確認をしていただくという形でやるんですけど、どちらにしても問題とそのねオリジナル問題が1章以降ついてますし、A 章、C 章、A 章、B 章についても過去問が皆さんねダウンロードできると思いますから、ね、そういった形で問題をやりながら確認していくって形の、ね、そういった講座になってますんで、ぜひねうまく使っていただければなと思います。ですので結果的に受け終わった時にはキャリアコンサルティングのさまざまな知識がついてると思います。はい、で進め方なんですが、まずパート1ってところでは第 C 章、 A 章、 B 章として第23回から第21回出題の統計発表関係の論点で、後の実は章に出てこないものをフォローしますんで、ぜひ学科試験はそれぞれ の例えば協議会のホームページとか、JCDA さん、キャリア開発協会さんのホームページ等でダウンロードしていただいて、ご自身で解いていただいて、でこの問題聞いていただくと力がつくかなと思います。で第1章以降は私がオリジナル問題を、ね、実は作りました。ですのである程度進んだらそこで確認問題ついてますんで、問題って言われたら、ね、そこのところでポーズかけていただいて解いて続き聞くと、ちゃんとそこまでのところが分かってるかどうかの確認ができると
いうことになってますんで、こういうのなかなかなかったでしょ。おそらくこれ本当作るの簡単なことじゃないんですね。ある程度力、ね、入れて作ってますので、そういったものを見ていただいてやっていただきたいと思います。ですので単にさーっと見るっていう、レックには、ね、特に過去問があるね、もう一つの講座の方では聞くだけでも力がつきますよって講座があるんですけど、こちらは聞くだけではちょっと物足りないなって方で、ちゃんと勉強したいなって方に関して、ね、しっかりやってもらうという狙いがありますので、過去問の方の講座、そちらの方もいい内容やってますんで、ね、そちらとこちらどちら取ろうかなと思ったら、時間がないから隙間時間で聞きたいなって方は過去問講座の方を取られてください。でこちらは絶対に統計をなんとか克服するんだってお気持ちがある方、マスターするんだって方に関して、ね、やってほしい。つまり一回特に苦杯舐めた方に関してリベンジするんだって気持ちが強い方には、ぜひこの講座はおすすめの講座だなというふうに思っております。どんな内容か最後にご紹介しておしまいにします。パート1では過去試験ね、実は第23回試験に関しては今回取り直してます。で第22回と第21回はこの講座もう3年近く続いてますので、前回部分から流用の部分使ってますというところですね。ですのでここだけ理由ですから、あとは全部オリジナルですからね。で特に第23回でも出ました労働力調査、ここについてはその内容もちゃんと踏まえて話しています。でそれから一般職業紹介状況、これをまずパート1でご紹介していきます。でパート2ではよく出ます能力開発基本調査と労働経済白書をご紹介していきます。でパート3では障害者男女共同参画の話題、そして賃金というところにテーマを絞ってお話をしていきますので、まあ、こういった形 で特にパート1をさらっと見ていただいた後、パート1の後半の部分のその労働力調査とか一般職業紹介状況とかっていうのは、そこはちょっとしっかり見ていただいて、ただ何といっても重要なのはこのパート2です。前回の試験に限って言いますと、この3章と4章の部分で全部で5題出題論点が入ってます。ですので、まあ、これ解けたか解けないかっていうのは、まあ、1割、ね、50問しかないわけの5問論点入ってますんで、まあ、そういったところはやっぱり押さえておいた方がいいだろうなと。でもしかしてその隣が出ちゃうかもしれないんですけど、これ見とかないより見といた方が絶対勘が働くんで、この能力開発基本調査と労働経済白書についてはぜひちょっとね重点的にやってますんで、ぜひ見ていただきたいなっていうふうに思っております。繰り返しになるんですが、結構ご負担の多い講座です。やってみると大変です。だからあんまり簡単な気持ちで取れない方がいいと思います。おそらく実勉強時間で10時間とか15時間とかかかっちゃうと思うんですけど、その代わりちゃんと解いていただいた方には力がつく講座としてね、ある意味、まあ、3年間やってきて、ね、リピートはあんまりないんですよ。だって試験受かっちゃったらもう受けませんからいうときですけど、まあ、このね講座を受けた方からは私宛にね受けて勉強になりましたという声なんかもいただいている講座ですので、まあ、繰り返しますが、初回受験の方に関してはそれは面接も論述も学科もやんなきゃいけない中なんで、この講座にあんまり時間かけられなかったかけられないっていうのは当然なんで、ね、あまりあれなんですけど、もし今回学科残っちゃった方に関しては本当にぜひおすすめの講座ですので、頑張って今回こそ受かりたいって方はこの講座を使って力をね、まず統計分野の力を伸ばしていくってことにお使いいただきたいなというふうに思います。はい、以上ね、ポイントマスター統計指導道場のご紹介のビデオでした。はい、では皆さんのあれですね、心を決めて頑張るんだっていうふうに思ってぜひご受講いただきたいと思っているので、そういう方に答える内容にすべく頑張って収録しましたので、ご利用をお待ちしております。ありがとうございました。